Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回は戦闘中のチャットマクロ7000使うのはありなしというテーマでお送りします。質問相談いただいております。こんにちは。いつも楽しく動画で学ばさせてもらっています。14歴3ヶ月ほどの非課線からの質問です。たまに〇〇を蘇生します、〇〇を挑発しましたなどスキルを使用した際みんなに分かるようチャットに SE 付きで貼っている人がいます。前に調べたところマクロで設定できるようで便利だなぁと思ったのですが、蘇生マクロに関してチャットに貼られると蘇生された人が晒されているようで嫌だと感じる人もいるようで、チャットのマクロを入れようか悩んでいます。ファジオさんはヒーラーやタンクを使っている時使用しているチャットマクロありますでしょうか。おすすめや味方にしてもらうとありがたいチャットマクロがありましたら教えてもらいたいです。まず大前提としてゲームの使用上、戦闘中のマクロはあってもなくてもどっちでもいいです。以前まではマクロがないと判断しにくい状況がありましたが、今はマクロがなくても大体は把握しやすくなっているので無理してマクロは作る必要はありませんし、実はマクロ組まない方が直感的な操作に対応しやすく事故率も防ぎやすくなります。そして結論から言うと、使う側と見る側で意見が分かれると思います。見る側だとチャットマクロを使ってもらうとどういったアビリティを使ったのか確認することができるんで、使ってもらう分にはありがたいのでどんどん使ってくださいっていうのと、使う側のデメリットはマクロの不発です。マクロは使用上噛みやすく、アビリティの場合はスキルとスキルの間に挟み込むように使いますが、その際に噛んでしまうと、スキルを止めた状態にして使わないといけないし、マクロが発動しないことで焦ってしまい戦闘に支障が出るっていうこともあります。自分も過去に挑発やスタンスなどにマクロを組んでいましたが、零式以上のコンテンツではシビアなタイミングが要求されることもあり、基本マクロなしでアビリティなどを発動しています。なのでチャットマクロは使い方の癖をつかむまで大変ですが、やり方次第では効率よく使える方法があるので、今回はどんなマクロがあるのか、どのような意味があるのか、またマクロの組み方を解説します。項目はタンクと DPS とヒーラーそれぞれに分かれて、最後にマクロのデメリットとメリットを解説します。まずはタンクの挑発マクロからですが、タンクといえば挑発マクロ、何のためにマクロを作るのかというと、主に高難易度で使います。スイッチといってメインタンクとサブタンクが入れ替わる際にちゃんと挑発打ったよって相方やヒーラーに知らせるためにマクロを使います。でも皆さんこんな経験ないですか？挑発が発動しない。タンクがスイッチするときって大体は敵が詠唱中に挑発を入れるんですが、これが短時間でタイミングがシビアなことが多いし、スイッチができないとほぼ確定で相方タンクが落ちるので、挑発が入らないと焦って連打しがちです。その時にマクロに例えば〇〇を挑発しましたトゥルーンみたいな音付きで連打してしまい、ログも音も大変なことになって焦っているタンクさんを一度は見かけたことがあるのではないのでしょうか。これ見た方も焦るので、できるだけ連打を控えたいという方におすすめなマクロがあります。まず不発しやすく連打してしまいがちなマクロはこちらで、これだと不発しやすく、また音付きチャット連打となりよろしくありません。似たようなマクロでこのようなものがありますが、最初のマクラエラーオフは発動できなかった時にチャットログにエラーメッセージが出ますが、連打するとログが流れまくるんでオフにして見れないようにしています。とはいえこちらも連打するとパーティーチャットの方にはログが出てしまいます。でもう一つのパターンを見てみましょう。やはり戦闘中は連打してしまいがちなので、連打してもいいように最初にウェイトを入れています。このマクロの特徴は不意の連打に対応しており、間違って 2,3 回押しちゃってもチャットログに連打で出ないようになっています。ただデメリットは普通に使ってもチャットログに表示されるのは1秒後なので、わずかな時間しか用意されないスイッチ中では1秒遅れで表示されるチャットログでは判断素材になりにくいのがデメリットです。とはいえタンクに慣れてきた人はヘイトリストだったり敵に表示される挑発のグラフィックで判断できるんで、マクロを使う場合は慣れていない人に対しての救済措置だと思うとグッド。あとは単純にマクロを楽しんでいるっていう人もいて、やーい敵の母ちゃんでべっそといったように遊び心を入れているっていう人もいて、戦闘中にやりとすることもあるので好みで楽しめばいいと思います。2つ目、シャークマクロということで、タンクはスイッチした後に挑発を入れた相方タンクに必ずシャークを投げます。この時にシャークのチャットマクロがあるとヘイトを渡したことが確認できるんで、相方タンクを安心させる効果があります。自分もこれだけは使うようにしていますが、慣れてくると結局ヘイトリストを確認した方が確実なので、
マクロはどっちでもいいです。遊び心がある人はあの人がやりましたというようにまさに罪をなすりつけるシャークマクロを組んでいる人を見かけるとにやりしてしまいます。あとシャークといえばパーティーリストから相方タンクを選択してシャークを投げますが、選択するのも一括で行いたい場合はこのマクロ。ターゲット2とはパーティーリスト2番目の人を選択するんで、初期設定であれば自分がタンクなら相方タンクが2番目に来ているはずなので自動で選択してシャークが入りますんで、状況に応じて使い分けてみてください。ただ事故を減らすためには手動でやるのがおすすめです。3つ目、無敵マクロ。無敵はあるとないとだと、まあ、あった方がね気づかれやすいので作っておくといいかもしれません。ただ自分は無敵を使うタイミングって高難易度なら決まったポイント、通常の戦闘中や、まあ、とっさのタイミングで緊急時に使うことを考えてマクロは組んでいません。緊急時は一瞬の判断で使うことになるんで、マクロでの不発だったり噛む動作が命取りになるんで自分は作らないようにしています。とはいえ緊急時のように無敵をとっさに使う場面も多く、ヒーラーや相方タンクに気づいてもらうためにチャットマクロは組んでおいた方がいいかもしれません。ナイトであれば回復する必要はないし、暗黒騎士と戦士は適度に HP を戻さないといけません。まあ、一番びっくりするのはガンブレイカーで、使った時点で強制的に HP1 になるんで、無言で使うとヒーラーがね、なんちゃこれって焦ってしまいます。なので無敵使ったよというアナウンスはあった方がいいかもしれません。無敵はすべて効果時間が10秒のため、カウントを入れておくとわかりやすいです。例えば戦士の場合だと、このように残り3秒で無敵が切れるとわかれば、ヒーラー陣が回復の対処がわかりやすくなります。他のね、タンクマクロは概要欄に貼っておくんで参考にしてください。4つ目、リプライザルマクロということで、タンク共通のロールアビリティ、リプライザル。周囲の敵のダメージを 10% 低下させるもので、雑魚戦においてもボス戦においても重要なアビリティです。特に透明戦の極や霊式コンテンツでは、必須レベルでこれで相手のダメージを軽減します。高難易度であれば8人パーティーなので必ず相方のタンクがいますが、注意するのはリプライザルが被ってしまうこと。ロールごとのロールアビリティの軽減アビリティは重複しないので、使用が被った場合上書きしてしまいます。タンクはリプライザル、近接 DPS は牽制、遠隔 DPS は全体軽減のアビリティ、魔法 DPS はアドルなど、これらが被らないようにするためにマクロで知らせるという手段があります。とはいえ敵の詠唱中に入れることが多く、とっさの判断が要求されるため、まあ、それでもね被る場合がありますが、例えば野良の霊式練習パーティーであればこのタイミングで使いますよっていうことを知らせて、囲碁の攻略でずらした使い方ができるんで、あるとないとではあった方がいいですが、まあ、慣れてきた人は敵のデバフアイコンで判断します。続いて DPS 編で牽制とアドルのマクロ。牽制もアドルもリプライザル同様に味方と使用タイミングが被らないようにといった意味合いでチャットマクロを使います。固定などを組んであらかじめ使うポイントを決めていれば必須というわけでもないですが、野良での練習など打ち合わせもない状況ならこれで使うタイミングが判断しやすくなります。いかなる場面で使っても効果は大きいですが、特に高難易度で重宝します。次にヒーラーで蘇生マクロになりますが、ヒーラーの蘇生マクロは何のためにあるのか。それは相方ヒーラーのためです。ヒーラーで一番のロスは蘇生が被ってしまうことで、MP も時間も全てが無駄になってしまいます。例えばパーティーで2名戦闘不能になった時に、同じタイミングで同じ人を蘇生してしまうと、片方は無駄になってしまう上に、迅速魔を組み合わせていることが多いため、もう一人蘇生する場合、末梢で長い時間がかかります。そういった事故を減らすために、相方へ知らせる目的としてマクロを使用します。しかも戦闘不能者が1名だった場合、マクロで知らせることで相方ヒーラーは蘇生から別のことへ目を向けることができるんで、パーティーを立て直しやすくなります。なのでマクロを使用するのは相方ヒーラーのためであって、まあ、晒しているわけでもないし、まあ、そもそも戦闘不能になればパーティーリスト見れば一目瞭然なので、すでにまあ晒しているっていう状況なので気にしないでください。あと最近は末梢の蘇生に関しては誰に対して詠唱しているかをパーティーリストで見れるようになっているので、その確認さえできれば蘇生かぶりがなくなります。ただし迅速魔入れての即蘇生は、まあ、確認しようがないので、そこはねフィーリングでいくか、かぶりは致し方なしです。ちなみに暗黙の了解的なルールですが、ピュアヒーラーはパーティーリストの上から、バリアヒーラーはパーティーリスト下から蘇生するという暗黙ルールがあるんで参考にすると OK です。ロールかぶりは仕方ないので、その場合は蘇生マクロがあるとより確認しやすいです。7つ目、大型アビマクロということで、ヒーラーの大きな回復効果のあるアビリティ。
全体を大きく回復するものや厚いバリアを張るものなので、チャットマクロがあると相方ヒーラーの回復量の判断がやりやすくなります。例えば連続して大ダメージを受ける場面で同時に大きい効果のものを使ってしまうと次の攻撃に耐えれないということがあるんで、交互に使うタイミングを計らいます。とはいえこの手のマクロも高難易度の野良パーティーであればいいよねっていうくらいのもので、不発などを考えると必須でもないと思います。最後にマクロのメリットデメリットまとめます。まずメリットは使用したことを伝えられる、操作を楽にするものがある、かぶりを防ぐ。デメリットは不発しやすい、噛む、連打で気を取られる、チャット欄を見なければいけない。実はデメリット部分が大きいのでなくてもいいというのが結論ですが、それでも使い方や工夫次第で使いやすくできるし、仲間に知らせるという意味ではパーティーとして戦う際に役立つこともあるんで、状況によって使い分けましょう。ただし慣れてくるとパーティーリストに、自分のバフにデバフ、さらには敵のデバフなどに目を向けて、慣れてくれれば判別しやすくなるんで、最終的にはマクロなしで判別できるように癖づけるのがいいでしょう。ということで今回以上になりますが、他にもねこんなマクロ実は便利だよっていうある方はね、概要欄に書いていただけるとシェアしやすいのでよろしくお願いします。ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。おっとっとっとトラトラジロー、とっとっとっとトラトラジロー、こんな感じに生きてゆくトラジロー運動。